春泉市は大韓民国関温度の同調所在地。面積1,116.35平方キロ。冬のそなたのロケ地として知られるほか、タッカルビの発祥の地で名物料理として知られる。三四水名の春泉盆地に位置し、金剛山から流れ出る北観光と赤岳山から流れ出る商陽川が市内で合流する。軍事境界線との距離は、地域から最も近い場所で、 約3 0トル。地域は北に、関温度河川軍、北東に、陽光軍、東に、林臨詰軍、東南から南にかけて、光線軍、西は、軽軌道、貨幣軍と接する。春戦地域は、古代部族国家である、白国の首都となり後日白木に征服され、637年に牛、首州と命名し君主を置いた。 673年に首下州に改称。慶徳王子には、全国九州の一つとなる一日州、あとに、光海州に改称。940年春州と少子高慮政州14年段、連誌を設置して、安辺府に霊属、新型六年徒五府に昇格し、千春州寺に格下げされた。大操13年春戦と改名した上で軍に、昇格し、 1415年には、都歩府、構想24年には、春カワルス軍となり、利休を新築して、緊急時の避難場所に指定された。韓国でポピュラーな爆弾手は、春戦地検庁だったパクヒテが、カンボン度の軍や、行政関係者との会合の縁石で広めたのが、起源とされている。気候は、内陸性で非常に寒冷。真冬には、氷点下20度を下回ることもある。 夏は日中は暑くなるものの朝晩は涼しい。最高気温極地は摂氏39.5度、最低気温極地は低、摂氏27.9度、過去最新積雪は44.2センチメートルである。春戦士はドラマ、冬のそなたで、主人公の友人とチュンさんが学生時代に住んでいた街で知られ、NHK のドラマ放送後、日本人観光客が急増した。 2004年春川を訪問した観光客数は約500万人で2003年に比べて22%増加した。このうち外国人が一昨年の2.6倍に当たる37万人を訪れ、韓国人観光客も17%増加した。経済効果は1500億ウォンと計算されている。この頃は、春泉市から東へ8 5トル離れたところに、ある、 上用国際空港へ関西国際空港との直行チャーター便が運行されていた。鏡ヶ原市は IT 産業に目をつけ春仙側から姉妹都市提携を打診したが、後には冬のソナタブームにあやかって春仙のロケ地の模様を再現するなどして注目を集めた。春仙氏との交流がきっかけで鏡ヶ原キムチが誕生し特産品となっている。 2005年3月、島根県の竹島の日条例制定に抗議して、日本の姉妹都市との交流停止を発表したが、現在は再開している。ありがとうございます。